ポジャネットスクール日本語クラスへようこそ。皆さん、こんにちは。各位同学，大家好，欢迎来到 N1 听力基础课程的第15堂课。上节课我们听了三道以 speech 为主题的题目，还跟大家一起分析了那三篇 speech 的起承转结四个部分。这是因为上节课的三道题目呢，除了无故缺勤那一道题以外，主要是以要求大家抓住大意，分析说话人的观点为考察的中心。而今天的三道 speech 呢，则主要以考察要点为主，说话人在发言间所提到的一些具体的信息是我们要特别去关注的重点。所以呢，今天我们不再按照起承转结的四个部分来分析了，关键是要大家抓住说话间所提到的那些具体的细节的信息。那么下面我们就来听今天的第一道题。問題、先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？会議にあたって一言述べたいと思います。我が社の今年度の目標はご承知の通り株式の上場であり、この目標に向かって社員一同努力しているわけだが、とりあえずは今月も前の月の2割増を目標に売上をさらに伸ばしていきたいと思う。先月はあと一歩のところで目標に届かず残念な思いをしたが、今月はぜひとも目標達成を目指して一層の努力をしていただきたい。市場は今激動しており、他社も販売拡大の激しい戦いを展開しているので、少しの油断も許されぬ状態にあることは諸君もご承知でしょう。いつも言うことだが、困難を抱える折にこそ実力が試される。この点をよく頭に置いていただきたい。以上。問題、先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？ 1. 2割増えました。 2. 2割近く増えました。 3. 2割近く減りました。 4. 変わりませんでした。好的，第一遍听完，至少题目问的是什么，这个大家应该听得出来吧。题目问的是上个月的销售额相比其前一个月的情况如何，也就是说题目要求我们从这段发言中找出来上个月的销售额相比上上个月是增加了还是减少了还是没有变化，如果有变化的话其变化的幅度是多少。那在解决这个问题之前，我们首先要大致知道这段话是一个什么人在什么样的场合下面对什么对象进行的发言。不知道刚才大家在第一遍当中有没有听出来呢？这段话呢是一个社长，社长在开会的时候对他的公司员工进行的讲话。那么题目要求我们找到的关于上个月的销售额的情况，它是在哪里提到的呢？大家再来听一听，并完成下面的填空。問題、先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？会議にあたって一言述べたいと思います。我が社の今年度の目標はご承知の通り株式の上場であり、この目標に向かって社員一同努力しているわけだが、とりあえずは今月も前の月の2割増を目標に売上をさらに伸ばしていきたいと思う。先月はあと一歩のところで目標に届かず残念な思いをしたが、今月はぜひとも目標達成を目指して一層の努力をしていただきたい。市場は今激動しており、他社も販売拡大の激しい戦いを展開しているので、少しの油断も許されぬ状態にあることは諸君もご承知でしょう。いつも言うことだが、困難を抱える折にこそ実力が試される。この点をよく頭に置いていただきたい。以上。問題、先月の売上は
その前の月と比べてどうでしたか？1、2割増えました。2、2割近く増えました。3、2割近く減りました。4、変わりませんでした。好，我们一起来看一下这个对话。会議にあたって一言述べたいと思います。我が社の今年度の目標はご承知の通り株式の上場であり、この目標に向かって社員一同努力しているわけだが、とりあえずは今月も前の月の2割増を目標に売上をさらに伸ばしていきたいと思う。会議にあたって一言述べたいと思います。这里空填作一言。一言是一句话、只言片语或简短的几句话的意思。一言述べたい就是我想说几句话的意思。会議にあたって这个にあたって大家要注意一下。にあたって或者是にあたり接在名词或动词的词书形后面表示只此什么什么之际在什么什么的时候怎样怎样，它经常用于致辞、演讲、慰问、致谢等等场合。比如说，新年にあたって決心を新たにした，时值新年下了新的决心。那么，会議にあたって就相当于会議を始めるときに，致辞会议之际。那么，从开头的这第一句话，我们就可以知道说话人发言的场合了。这句话的意思是。值此开会之机，我想要对大家说几句话。说什么呢？他接下去说：“我が社の今年度の目標はご承知の通り、株式の上場であり。”这里空填作株式。这个单词大家应该很熟悉的，我们经常可以看到很多日本公司名字叫做某某某株式会社，对吧？株式会社。这个株式的发音就是株式，它是股票的意思。那么株式会社就是股份有限公司。而后面的上場，汉字写作上场，是什么意思呢？哪怕我们没有学过这个单词，也可以根据前面的搭配猜得出来。前面说到股票，那么股票上场，很容易猜得出来，应该是股票上市的意思，对不对？那今后大家就可以记住了，上場指的是在证券交易所挂牌上市。比方说上場企業就是上市公司的意思。那么从这句话我们可以知道，这家公司今年的目标是让公司的股票上市。接着后面说，この目標に向かって社員一同努力しているわけだが、とりあえずは今月も前の月の2割増を目標に売り上げをさらに伸ばしていきたいと思う。一等接在名词的后面，表示在场或相关的全体人员。社員一等努力している，就是公司全体员工都在努力。とりあえず我们都知道是暂且、姑且、先。那么这里とりあえずは就是指眼下我们首先要做的事情是今月も前の月の2割増を目標に売り上げをさらに伸ばしていきたいと思う。这里空填作2割増。2割大家肯定都知道的，表示两成，20%。増是増減的増，增减的增。那么2割増也就是增加两成。何々を何々に是以什么什么作为什么什么，那么什么什么を目標に就是以前面的这个东西作为目标。さらに是进一步更加的意思。伸ばす这个动词呢，它除了拉长、延长、伸开、放长等等意思以外，也可以用来表示才能、能力等增长、业绩、势力等扩展、增加的意思。比如说才能を伸ばす就是增长才干，
売り上げを伸ばす，就是增加销售额。那么这句话给我们提供了一个非常重要的信息，这里说今月も，希望这个月也以比前一个月增加两成为目标，进一步提高销售额。那么说明每个月销售额增加两成是他们的企业增长规划中的一个原来就有的目标，至少说明上个月肯定也是以增加两成为目标的，不然的话他不会说今月も了，对不对？同学请准备好一起做一下笔记吧。好，那么我们再来看一下他下一句说的是什么。先月はあと一歩のところで目標に届かず残念な思いをしたが、今月はぜひとも目標達成を目指して一層の努力をしていただきたい。先月はあと一歩のところで目標に届かず残念な思いをしたが、这里空填作あと一歩。あと一歩，我们看字面就可以理解它的意思，还差一步，那也就是目標終点まで、まだもう少し，还差一点就达到目标，就达到终点。比方说考试60分及格，结果你考了个55分，那你可能就会说5点足りなくて不合格，あと一歩のところだったのに悔しい，因为差个5分而不及格，明明就差那么一点，真是不甘心。好，那么听到这句话，现在我们对于上个月的销售额是怎么个情况应该清楚了吧。あと一歩のところで，还差一步，目標に届かず，没有达成目标。结合前面一句话中所说的内容，上个月的目标也是要相比上上个月销售额增加两成，但是还差了那么一点没有实现，那么说明上个月的销售额是相比上上个月增加了近两成，对不对？今月はぜひとも目標達成を目指して一層の努力をしていただきたい。这里空填作達成，注意目標要跟達成搭配使用。目標を達成する，达成目标，达到目标。ぜひとも是一个副词，用于向别人表示请求或者是表明自己强烈希望的时候使用，相当于ぜひ的强调说法。目指す是以什么什么为目标的意思，例如人気アイドルを目指してジャニーズ事務所に入った，为了成为人气偶像加入了杰尼斯事务所。一層是越发更加的意思，那可以看得出来这句话就是社长最想对大家说的话。他说这个月也请大家务必为了达成目标而付出更多的努力。市場は今激動しており、他社も販売拡大の激しい戦いを展開しているので、少しの油断も許されぬ状態にあることは諸君もご承知でしょう。いつも言うことだが、困難を抱える折にこそ実力が試される。この点をよく頭に置いていただきたい。以上。市場は今激闘しており、他社も販売拡大の激しい戦いを展開しているので、少しの油断も許されぬ状態にあることは、諸君もご承知でしょう。这里第一个空填作販売拡大，由贩卖和扩大两个词构成，意思很好理解，就是扩大销售额的意思。第二个空填作油断，汉字写作油断，它是気を許して注意を怠けること、不注意的意思，也就是漫不经心、粗心大意、不注意。許されぬ，这里的ぬ是ず的连体形式，表示否定，相当于ない。比如说見知らぬ人，没见过的人、陌生人。許されぬ状態就是許されない状態的意思。前面有一个单词叫做激動，应该不会有人认为它就是我们中文当中的激动的意思吧，它指的是激しく変動すること，也就是剧烈动荡、急剧变动的意思。市場は今激動しており，就是现在市场正在急剧动荡。整个这句话的意思是说，
想必诸位也都知道，现在市场正在急剧动荡，其他的公司呢，也在展开着扩大销售额的激烈竞争，所以我们处在一个不能够掉以轻心的状态之下。いつも言うことだが、困難を抱える折にこそ実力が試される。折表示什么什么的时候，什么什么的时机。こそ表示强调，正是这个。这句话的意思是，虽然是老生常谈了，但正是面临困难的时候，才考验我们的实力。この点をよく頭に置いていただきたい。以上、请大家把这一点牢记于心。讲话完毕。好，整段话我们看完了，想必现在大家对于这一段话的发言人、发言的场合、发言的对象，还有他发言的目的都清楚了吧？刚才我们已经说过了，这段话是一名社长在开会的时候对公司员工做的讲话。那么他讲话的目的是什么呢？对了，就是要激励员工本月份也要再接再厉，为实现销售额相比上个月增长两成的目标而付出进一步的努力。那么下面我们再来听一下这一题的问题和选项。問題、先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？上个月的销售额相比其前一个月如何？刚才我们已经分析过了，对于这个问题，关键的句子在以下这两句。今月も前の月の2割増を目標に売り上げをさらに伸ばしていきたいと思う。先月はあと一歩のところで目標に届かず、残念な思いをしたが。从这两句话我们可以知道，上个月的目标是销售额增加两成，但是呢，还差一点点才达成这个目标，因此上个月相比上上个月的销售额是增加了近两成。那么我们只要从下面的四个选项中找到这一个就行了。我们来听四个选项。1、2割増えました。增加了两成。2、2割近く増えました。增加了近两成。3、2割近く減りました。减少了近两成。4、変わりませんでした。没有变化。很明显，正确的答案就是选项二。好的，下面请同学们再来听一遍这道题目的录音。問題、先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？会議にあたって一言述べたいと思います。我が社の今年度の目標はご承知の通り株式の上場であり、この目標に向かって社員一同努力しているわけだが、とりあえずは今月も前の月の2割増を目標に売り上げをさらに伸ばしていきたいと思う。先月はあと一歩のところで目標に届かず残念な思いをしたが、今月はぜひとも目標達成を目指して一層の努力をしていただきたい。市場は今激動しており、他社も販売拡大の激しい戦いを展開しているので、少しの油断も許されぬ状態にあることは諸君もご承知でしょう。いつも言うことだが、困難を抱える折にこそ実力が試される。この点をよく頭に置いていただきたい。以上。問題。先月の売上はその前の月と比べてどうでしたか？1、2割増えました。2、2割近く増えました。3、2割近く減りました。4、変わりませんでした。那么我们第一道题就做完了，下面来听第二道题。フーチャー日本語クラスはただいま授業中。問題、女の人がアグロスクールについて話しています。これはどんな学校ですか？皆さんはアグロスクールというのをご存知でしょうか？これは、まあ一言で言えば新しいタイプの農業学校で、今全国で10校ほどが開設されたところなんですが、予想をはるかに上回る人気で関係者もびっくりしているようです。農業学校ですから、もちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、
一体どこにこの人気の秘密があるんでしょうか。最近、体を使う仕事を嫌う人が増えて、農業離れが問題になっていますね。そんな中で、一方では、大自然の中で大地の恵みを育てる喜びを感じたいという人も増えているんです。都会の生活に疲れて、自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい、なんていうサラリーマンや主婦、学生。そういう人たちが、この学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。バイオなどの新しい農業技術がいくら進んでも、人間の力だけでは木の葉の一枚も作ることはできませんよね。やはり人間は自然と調和してということなんでしょうね。問題。アグロスクールはどんな学校ですか？ 1. 体を使う仕事を嫌う人に新しい農業技術を教える学校です。2. 都市の人たちなどに農業技術や経営の基本を教える学校です。3. 農家の人にバイオなどの新しい技術や経営の基本を教える学校です。4. 都市のサラリーマンなどにバイオなどの新しい農業を教える学校です。第一遍听完，大家明白这个女人在说些什么了吗？她是在给我们介绍一种新式农业学校，叫做 Agro School。题目问我们的就是，这种新式农业学校是什么样的学校？所谓农业学校嘛，我们按照常识也可以猜得出来，自然是教人们农业知识的学校了，对不对？但问题是，它是教什么人？具体教什么方面的知识？这些都是需要我们从他的这段话当中找到的信息。如果同学们刚才没有回答正确的话，就通过下面的填空题再来好好的找一下。其实你只要抓住一些关键的空格处的内容，就可以知道问题的答案了。那么大家先来完成填空，然后再来听老师的讲解。問題。女の人がアグロスクールについて話しています。これはどんな学校ですか？皆さんはアグロスクールというのをご存知でしょうか？これは、まあ一言で言えば新しいタイプの農業学校で、今全国で10校ほどが開設されたところなんですが、予想をはるかに上回る人気で関係者もびっくりしているようです。農業学校ですから、もちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、一体どこにこの人気の秘密があるんでしょうか。最近、体を使う仕事を嫌う人が増えて、農業離れが問題になっていますね。そんな中で、一方では、大自然の中で大地の恵みを育てる喜びを感じたいという人も増えているんです。都会の生活に疲れて、自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい、なんていうサラリーマンや主婦、学生。そういう人たちがこの学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。バイオなどの新しい農業技術がいくら進んでも、人間の力だけでは木の葉の一枚も作ることはできませんよね。やはり人間は自然と調和してということなんでしょうね。問題。アグロスクールはどんな学校ですか？ 1. 体を使う仕事を嫌う人に新しい農業技術を教える学校です。2. 都市の人たちなどに農業技術や経営の基本を教える学校です。3. 農家の人にバイオなどの新しい技術や経営の基本を教える学校です。4. 都市のサラリーマンなどにバイオなどの新しい農業を教える学校です。我们一起来看一下这一段话。皆さんはアグロスクールというのをご存知でしょうか？
これは、まあ一言で言えば、新しいタイプの農業学校で、今全国で10校ほどが開設されたところなんですが、予想をはるかに上回る人気で、関係者もびっくりしているようです。農業学校ですから、もちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、一体どこにこの人気の秘密があるんでしょうか。皆さんはアグロスクールというのをご存知でしょうか。大家可知道アグロスクール是什么吗？これはまあ一言で言えば新しいタイプの農業学校で、这里空填作 type， 来自英语的 type， 也就是类型的意思。这句话的意思是，这个 agro school 一句话来概括的话，它就是一种新式农业学校。今全国で10校ほどが開設されたところなんですが，目前在全国刚刚开设了10所这样的学校。予想をはるかに上回る人気で、関係者もびっくりしているようです。这里第一个空填作上回る。上回る是超过、超出某一数量的意思。注意这里上字的读音上回る。这里大家回忆一下它的反义词，它的反义词是下回る。后面的第二个空填作関係者、关系者，也就是表示相关人员。在这里呢是指开办这种农业学校的校方人员。这句话说，这种新式农业学校很受欢迎，其受欢迎的程度呢，好像就连学校的开办方都感到很吃惊。農業学校ですから、もちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、一体どこにこの人気の秘密があるんでしょうか。这里第一个空填作農業技術，农业技术。第二个空填作農業経営，农业经营。大家可以发现，在这句话中，我们已经可以大致获知这一种新式农业学校是干什么的了。整句话的意思是，因为是农业学校，所以当然是教授人们农业技术啊、农业经营啊等方面的基本知识的地方。那么究竟它这么受欢迎的原因是在哪里呢？这里所谓的人気の秘密，也就是なぜ人気があるかという理由，其有人气的原因。最近体を使う仕事を嫌う人が増えて、農業離れが問題になっていますね。そんな中で、一方では大自然の中で大地の恵みを育てる喜びを感じたいという人も増えているんです。都会の生活に疲れて自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい、なんていうサラリーマンや主婦、学生。そういう人たちがこの学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。最近、体を使う仕事を嫌う人が増えて、農業離れが問題になっていますね。这里空填作、農業離れ。这个離れ、我们在上一课中已经遇到过了，就是离开什么什么，远离什么什么。那么農業離れ，也就是指人々が農業をしたがらない傾向，人们不愿意从事农业这样一种倾向。这句话的意思是，最近讨厌体力劳动的人们增加了，远离农业的倾向已经成为了一个问题。そんな中で、一方では大自然の中で大地の恵みを育てる喜びを感じたいという人も増えているんです。そんな中で、中可以表示具体的空间位置上的里面、中间、内部，也可以表示抽象意义上的内部、里面。同时呢，它也可以用来表示处于某个状况之中，在某种情况之下。那么这里そんな中で就是用来指在最近越来越多的人不愿意从事农业这样一种情况之下，另一方面表示想要体验在大自然中栽培农作物的感动之情的人也在增加。这里大地の恵み，恵み我们知道是恩泽、恩惠的意思，大地的恩泽、恩惠，那也就是指我们从大地所收获的农作物，
像大米呀、蔬菜呀等等，这些都可以称之为大地の恵み。都会の生活に疲れて自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい。なんていうサラリーマンや主婦、学生。这里有三个空，但是呢都不太难。第一个空填作都会，都会，也就是大都市。第二个空填作実感，实感，实际的感觉，真实的体验。注意它中间有一个促音，大家不要念成时间的那个実感。第三个空填的是主婦，主妇。这句话列举出了一些上面所说的想要体验栽培农作物乐趣的人们，那就是对都市生活感到疲惫，说想要通过回归自然获得活着的真实体验，这样的一些白领、家庭主妇还有学生等等。そういう人たちがこの学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。这里空填作 zero， zero から这个意思我们很好理解吧？从零开始，那也就是一番始めから、基本から等等，从最最基础的开始。那么从这句话，我们更进一步的了解到这种新式农业学校是面向什么人、教授什么知识的一种农业学校了。这句话说，上面所说的那种人，在这种农业学校里，从零开始学习农业，将来呢，打算以种植蔬菜或者大米作为自己的职业。バイオなどの新しい農業技術がいくら進んでも、人間の力だけでは木の葉の一枚も作ることはできませんよね。やはり人間は自然と調和してということなんでしょうね。バイオなどの新しい農業技術がいくら進んでも、人間の力だけでは木の葉一枚も作ることはできませんよね。Bio 是 biotechnology 的缩略说法，来自英语的 biotechnology， 生物工程学，生物技术。这句话的意思是说，无论生物技术等新兴农业技术如何进步，仅靠人类自己的力量是连一片树叶也造不出来的。やはり人間は自然と調和してということなんでしょうね。人与自然还是要和谐相处呢。好，整个这段话我们看完，现在大家应该知道这个 Agro School 是一个什么样的学校了吧？在这段话中，女人先是大致介绍了一下最近这种学校受到欢迎这样一个事实情况，然后呢提出了一个问题，为什么这种农业学校如此受欢迎呢？而关于这一点是通过以下的这几个句子来告诉我们的。农业学校ですからもちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、都会の生活に疲れて自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい、なんていうサラリーマンや主婦、学生。そういう人たちがこの学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。在这几个句子当中、最关键的部分又分别是、農業技術や農業経営の基本を教える。都会の生活に疲れて。还有、農業をゼロから学んで。将以上这些信息归纳出来得出的结论就是、Agro School 就是教那一种对都市生活感到疲惫、将来想要从事农业的人、农业技术或农业经营方面的基础知识、这样的一种学校。至于刚才女人所说的最后两句话呢，只是她倡导了一下人与自然和谐相处的环保精神，对于前面介绍这种学校的教学性质本身并没有产生直接的影响，所以大家千万不要受到最后这两句话的干扰，以为 Agro School 还教人们生物工程学之类的农业新技术。好，那么我们再来听一下这一题的问题和选项。問題、Agro School はどんな学校ですか？アグロスクール是什么样的学校呢？1、体を使う仕事を嫌う人に新しい農業技術を教える学校です。
是教讨厌体力劳动的人们新式农业技术的学校。二、都市の人たちなどに農業技術や経営の基本を教える学校です。是教都市的人们农业技术或经营的基础知识的学校。三、農家の人にバイオなどの新しい技術や経営の基本を教える学校です。是教农家人生物工程学等新式技术或经营的基础知识的学校。四、都市のサラリーマンなどにバイオなどの新しい農業を教える学校です。是教城市白领生物工程学等新式农业的学校。刚才我们已经总结得出，这个 Agro School 就是教那一些对都市生活感到疲惫，将来想要从事农业的人们农业技术和农业经营基础知识的学校。而在以上四个选项中，符合这一点的只有选项二。好的，那么下面请同学们再来听一遍这道题的录音。問題。女の人がアグロスクールについて話しています。これはどんな学校ですか？皆さんはアグロスクールというのをご存知でしょうか？これは、まあ一言で言えば新しいタイプの農業学校で、今全国で10校ほどが開設されたところなんですが、予想をはるかに上回る人気で関係者もびっくりしているようです。農業学校ですから、もちろん農業技術や農業経営の基本を教えるところなんですが、一体どこにこの人気の秘密があるんでしょうか。最近、体を使う仕事を嫌う人が増えて、農業離れが問題になっていますね。そんな中で、一方では、大自然の中で大地の恵みを育てる喜びを感じたいという人も増えているんです。都会の生活に疲れて、自然の中に帰ることで生きている実感が欲しい、なんていうサラリーマンや主婦、学生。そういう人たちがこの学校で農業をゼロから学んで、将来は野菜や米作りを仕事にしていこうというわけなんです。バイオなどの新しい農業技術がいくら進んでも、人間の力だけでは木の葉の一枚も作ることはできませんよね。やはり人間は自然と調和してということなんでしょうね。問題。アグロスクールはどんな学校ですか？1、体を使う仕事を嫌う人に新しい農業技術を教える学校です。2、都市の人たちなどに農業技術や経営の基本を教える学校です。3、農家の人にバイオなどの新しい技術や経営の基本を教える学校です。4、都市のサラリーマンなどにバイオなどの新しい農業を教える学校です。好，第二道题我们也做完了，接下来我们来听第三道题。在听之前要提醒一下大家，下面这道题呢，跟我们之前在第十二课中遇到的那个欧洲旅行方案的那一题一样，信息量很大，大家在听的时候务必要做好笔记。じゃあ日本語クラスはただいま授業中。22。問題。男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？今年4つの会社の就職試験を受けました。最初に受けた東京商事は、まず社員教育が行き届いているという印象でした。受付の女性の対応もきちんとしていましたしね。でも上司が厳しそうで、会社全体になんだかのびのびした明るさが欠けているみたいに思いました。次に受けたのは JSK なんですが、ここは株式を公開してまだ間もないので、早朝出勤や残業が多くて大変らしいです。でもさすがに活気があって、これからの会社だなという印象を受けました。それから次は東洋貿易ですが、ここは家庭的な温かい雰囲気で、社員が大切にされていると思いました。ただ、初任給がね、もう少し高ければ。最後に受けた国際物産も不況の煽りを受けているようで、ベースアップも期待できないらしいです。しかし、経営規模が大きいだけあって、社宅や構成施設が整っているんで、居心地は良さそうでしたね。4社受けてみて、
僕としてはやはり会社の将来性という観点から決めたいと思っていますが、とにかく採用通知が来ないことには。問題、男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？1、東京商事です。2、JSK です。3、東洋貿易です。4、国際物産です。好，一遍听下来，不知道大家听得怎么样了呢？这一段话是一个男人在说自己找工作的情况，对吧？我们在第一句话中就听到他说，他今年参加了4家公司的入职考试。那么这个时候，我们应该很敏感地知道，后面将会出现很多关于这4家公司的信息。这时我们应该做好准备，一边听，一边做好笔记。在最后，我们可以听到这个男人用一句话表明了他的就职意愿，但是同学们也可以发现，他并不是直接说出他想进的那一家公司的名称的，而是说他比较看重的是公司的某个方面。这个时候，我们只要结合所做的笔记的内容，找到符合他希望的那一家公司，就可以知道他想进的是哪一家了。请同学们先完成下面的填空题，然后我们再一起来看这段话。22。問題、男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？今年4つの会社の就職試験を受けました。最初に受けた東京商事は、まず社員教育が行き届いているという印象でした。受付の女性の対応もきちんとしていましたしね。でも、上司が厳しそうで、会社全体になんだかのびのびした明るさが欠けているみたいに思いました。次に受けたのは JSK なんですが、ここは株式を公開してまだ間もないので、早朝出勤や残業が多くて大変らしいです。でも、さすがに活気があって、これからの会社だなという印象を受けました。それから次は東洋貿易ですが、ここは家庭的な温かい雰囲気で、社員が大切にされていると思いました。ただ、初任給がね、もう少し高ければ。最後に受けた国際物産も不況の煽りを受けているようで、ベースアップも期待できないらしいです。しかし、経営規模が大きいだけあって、社宅や構成施設が整っているんで、居心地は良さそうでしたね。4社受けてみて、僕としてはやはり会社の将来性という観点から決めたいと思っていますが、とにかく採用通知が来ないことには。問題、男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？1、東京商事です。2、JSK です。3、東洋貿易です。4、国際物産です。刚才我说过要跟大家一起来一边分析原文一边记笔记，那么下面我们就开始吧。今年4つの会社の就職試験を受けました。最初に受けた東京商事は、まず社員教育が行き届いているという印象でした。受付の女性の対応もきちんとしていましたしね。でも上司が厳しそうで、会社全体になんだかのびのびした明るさが欠けているみたいに思いました。今年4つの会社の就職試験を受けました。今年我接受了4家公司的入职考试。最初に受けた東京商事は、まず社員教育が行き届いているという印象でした。这里空填作社員教育、社員教育、員工教育。后面有一个动词叫做行き届く，它也可以念作行き届く。行き届く。他的意思是隅々まで注意が届く。那么行き届いている，也就是徹底している、完全だ的意思。那么这里男人说到，他参加入职考试的第一家公司叫做东京商事。
男人对于他的第一印象是员工教育非常的全面。受付の女性の対応もきちんとしていましたしね。前台小姐的待客方式也是非常的规矩端正。でも上司が厳しそうで会社全体になんだかのびのびした明るさが欠けているみたいに思いました。这里第一个空填作厳しそう，第二个空填作明るさ。のびのびした这个词呢，我们之前在第四课里讲到，一个女人担心跟公公婆婆同居以后，她的孩子会被公公婆婆逼着去读书那一题的时候呢，讲过。のびのび就是悠然自得的、轻松愉快的、不受拘束的、自由的样子。那这句话的意思是，但是上司看上去很严厉，公司全体总让我感到好像缺少轻松明快的感觉。那么我们听到这里已经可以把握到第一家公司的特征了，对不对？首先我们可以在笔记上写下东京商事，后面写下它的两个特征。一是社員教育が行き届く。有的同学说，我不认识行き届く这个单词怎么办呢？我想这个地方大家凭感觉也可以听得出来，这里说的是这个公司的社员教育很好。那么你也可以在笔记上写下社員教育が良い，或者甚至可以用中文写下员工教育好，这样几个字就可以了。第二个特征呢，是不太好的方面，就是上司看起来比较严厉，缺少轻松活泼明快的氛围。那么你在笔记上可以写下明るさが欠ける，或者也可以用中文写死气沉沉。好，那么这个是第一家公司Tokyo Shoji 的两个特征。第二家公司是什么样子的呢？次に受けたのは JSK なんですが、ここは株式を公開してまだ間もないので、早朝出勤や残業が多くて大変らしいです。でも、さすがに活気があって、これからの会社だなという印象を受けました。次に受けたのは JSK なんですが、第二家接受入职考试的公司是 JSK。ここは株式を公開してまだ間もないので、早朝出勤や残業が多くて大変らしいです。这里有两个空，第一个空填作出勤，第二个空填作大変。出勤前面有一个单词叫做早朝，早朝。一看它的汉字，大家应该可以猜得出来，它指的是早上很早的时候，那么就是清晨了，对吧？那看到汉字大家可以猜得出来它的意思，不过我们在做题的时候是需要靠发音来判断这个单词的，所以大家要记住它的读音是早朝。那么早朝出勤是什么意思呢？很好猜，就是一大早就要上班。公開してまだ間もないので，这里間もない大家应该知道是什么意思吧，我们学过間もなく表示很快不久，那么間もない也就是表示不久没过多久的意思。てまだ間もない就相当于他ばかり，所以这句话的意思是说，这一家 JSK 公司因为股票才向公众开放没多久，也就是说刚上市没多久，因此呢清晨上班呀、加班呐什么的很多，所以好像很辛苦。でもさすがに活気があってこれからの会社だなという印象を受けました。这里空填作活気。活気是活力、生机的意思。さすが到底不愧是。これからの会社だな也就是指会社の将来が期待できる。公司的将来值得期待。公司具有发展性的意思。虽然这一家公司工作比较辛苦，但是我们可以看得出来，这个男人对于他印象更加深刻的是他好的方面，也就是 demo 后面说的内容。整句话的意思是说，但是到底不愧是刚上市的公司，很有活力，给我公司的将来值得期待这样的印象。好，那么这段话告诉了我们第二家公司的特征，大家在笔记上可以将它的两大特征写下来。这里如果同学们对于早朝出勤这个单词不太敏感呢，
可以不用将它写下来。实际上你只写下残業が多い，就能够记住这家公司比较忙这样的特点了。或者你听到大変，那么记大変也是可以的，只不过呢你要记住是什么大変，应该是仕事が大変，对吧？而更加简单明了的方式呢，就是可以用中文直接写加班多辛苦。第二个特征，也就是好的方面，是活気がある，或者これからの会社，用中文来写就是有活力，公司有前途。好，接下来是第三家公司。それから次は東洋貿易ですが、ここは家庭的な温かい雰囲気で社員が大切にされていると思いました。ただ初任給がね、もう少し高ければ。それから次は東洋貿易ですが、ここは家庭的な温かい雰囲気で社員が大切にされていると思いました。这里空填作家庭的，家庭的。这句话的意思是，接下来是东洋贸易，这一家公司呢是一种家庭式的温馨的公司氛围，我觉得职员在这里得到公司的爱护。ただ初任給がね、もう少し高ければ。初任給这个单词它是什么意思呢？现在大家看到它的汉字，应该可以猜得出来 ，Q 应该是 Q 流的 Q， 对吧？它指的是初薪，初次任职的工资，也就是新进入公司的时候拿到的那个薪水。我想大家刚才听到的时候可能听不太出来这个单词啊，但是呢不管大家当时有没有听出这个单词来，首先我们知道前面说了这家公司的好处，接着出现一个ただ，那转折的后面肯定是说不够好的地方了，对不对？哪个方面不够好呢？我们只要听到他说もう少し高ければ，要是能够再高一点就好了。找工作的时候我们通常希望什么高一点比较好呢？那肯定说的是工资方面的事情，对不对？因此呢第三家公司的优点就是公司氛围温馨，缺点就是给出的工资比较低。那么大家在笔记上可以记下家庭的温かい，或者家庭式温馨，然后呢給料が低い，或者工资低。最後に受けた国際物産も不況の煽りを受けているようで、ベースアップも期待できないらしいです。しかし経営規模が大きいだけあって、社宅や構成施設が整っているんで居心地は良さそうでしたね。最後に受けた国際物産も不況の煽りを受けているようで、ベースアップも期待できないらしいです。这里空填作不況、不景气。这句话中有一个单词和一个表达需要注意一下，单词是 base up， 它是一个合制英语，指的是提高基本工资的意思。需要注意的表达是 aori o ukeru， aori 它的意思是于是，剩余的于，势力的势，也就是残留影响，没有完全消失的势头的意思。因此呢 nani nani no aori o ukeru 就是何々の悪い影響を受ける的意思，受到某个事情的不良影响。那么这句话的意思是说，最后接受考试的是国际物产，这家公司呢好像受到了经济不景气的残留影响，所以似乎也指望不了它会加薪。しかし経営規模が大きいだけあって、社宅や構成施設が整えているんで一个口气哇，有啥说的是的呢？这里空填作 cose， 汉字写作后生。后生指的是福利或保健，比如说日本有一个中央省厅就叫做 cose lodo sho， 后生劳动省，主要就是负责承担日本的医疗、劳动政策、社会保险、社会福利等等方面的管理职能，相当于我们国家的劳动与社会保障部，加上卫生部，还有一部分民政部的职能。那这里 厚生施設就是福利设施的意思。
除了这个单词以外，这句话中还有两个单词大家可能不太熟悉的，一个是前面的社宅，社宅。所谓社宅也很容易猜得出来，它指的是公司宿舍，由公司以比较低廉的价格向公司内部员工出租的住宅。另一个是一个口气，口口气指的是心情感觉，比如说有一个形容词叫做口口气又以，就是心情舒畅的愉快的的意思。这个口口气可以用来当做结尾词使用，将它的第一个口改成浊音的口，口口气前接动词的 mas 型连用型，表示当时的感觉或心情。比如说 ki go ko chi 就是穿着某件衣服的感觉， swali go ko chi 就是坐上去的感觉。那么 i go ko chi 就是指身处某个场所或地位时的心情感觉。 i go ko chi ga yoi 就是待在那个地方感到很舒服，心情很舒畅。另外呢，在这个句子中还有一个表达是大家在二级阶段就应该学习过的，叫做打给阿德，打给阿德表示正因为有前项这个原因，所以后项是符合情理的事实或判断。比如说さすが高級料理店だけあって店員のサービスが行き届いている，到底是高级料理店，店员的服务很周到。那么这句话的意思是说，但是这家公司呢，正因为其经营规模比较大，公司宿舍呀、福利设施啊，这些都很齐备，貌似会待得很舒服。好，那么关于第四家公司的特点，我们可以这么去记笔记：一、加薪无望；二、福利设施好。好的，那么看到这里，我们对于四家公司的大致情况都有所了解了。接下来要知道的是这个说话人的想法，他是怎么想的呢？4社受けてみて、僕としてはやはり会社の将来性という観点から決めたいと思っていますが、とにかく採用通知が来ないことには。4社受けてみて、僕としてはやはり会社の将来性という観点から決めたいと思っていますが、とにかく採用通知が来ないことには。这里空填作将来性，将来性。所谓将来性，也就是今后发展的可能性，有前途、有希望的意思。比如说，将来性のある会社就是有发展前途的公司。句子的结尾有一个ないことには，这个ないことには表示的是如果前项不实现的话，就怎么怎么样，相当于なければ。比如说，先生が来ないことにはクラスは始まらない。如果老师不来，就没法开始上课。这里男人只说到ないことには，省略掉了后半句话。其实他不说，我们也知道是什么意思，对吧？虽然说了一大堆，但是说来说去，如果公司不录用，那他自己在这里挑三拣四的也没有任何意义。那么这里男人说的最后这句话道出了他的就职意愿，整句话的意思是接受了四家公司的入职考试，就我个人来说，我还是想以公司的将来性作为选择公司的标准，但是总之如果录取通知没有发过来，那都无从谈起。好的，整段话我们看完了，现在在笔记上呢也已经记下了四家公司各自的特点。看着笔记，我们再来回顾一下。首先，第一家公司是东京商事，其特点是员工教育很完善，但是缺乏轻松活泼的氛围。第二家公司 JSK， 股票刚刚上市，所以工作繁忙，比较辛苦，但是呢有活力，公司具有发展的前途。第三家是东洋贸易，这家公司是一种家庭式的氛围，很温馨，但是工资比较低。最后一家是国际物产，加薪无望，但是福利设施比较好。那么这个男人最想进的是其中的哪一家呢？刚才我们已经听到他说，他最看重的是公司的将来性，也就是说他希望进入有发展前途的公司。那最符合这一点的公司就是哪一家？对了，就是第二家
JSK。好，那么我们再来听一下问题和四个选项。問題。男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？这个男人想进入哪一家公司就职呢？1、東京商事です。東京商事。2、JSK です。JSK。3、東洋貿易です。東洋貿易。4、国際物産です。国際物産。很明显、答案就是選項2。好的、最後请同学们再听一遍这道题的录音。22。問題。男の人はどの会社に就職できたらいいと思っていますか？今年4つの会社の就職試験を受けました。最初に受けた東京商事は、まず社員教育が行き届いているという印象でした。受付の女性の対応もきちんとしていましたしね。でも上司が厳しそうで、会社全体になんだか伸び伸びした明るさが欠けているみたいに思いました。次に受けたのはJSK なんですが、ここは株式を公開してまだ間もないので、早朝出勤や残業が多くて大変らしいです。でも、さすがに活気があって、これからの会社だな、という印象を受けました。それから次は東洋貿易ですが、ここは家庭的な温かい雰囲気で、社員が大切にされていると思いました。ただ、初任給がね、もう少し高ければ。最後に受けた国際物産も不況の煽りを受けているようで、ベースアップも期待できないらしいです。しかし、経営規模が大きいだけあって、社宅や構成施設が整っているんで、居心地は良さそうでしたね。4社受けてみて、僕としては、やはり会社の将来性という観点から決めたいと思っていますが、とにかく採用通知が来ないことには。問題。男の人は、どの会社に就職できたらいいと思っていますか？ 1. 東京商事です。2. JSK です。3. 東洋貿易です。4. 国際物産です。好、那么今天的三道题目我们就全部做完了。今天的这几道题目呢都属于要大家抓住要点的题目。其中要点有只出现在一两个句子当中需要我们即时去发现的，也有像第三题这样，通篇都是要点，要我们一个个都记下来的情况。总之呢，不管是发现关键句的能力，还是记录多个要点的能力，都需要我们在反复的练习当中来提高。沪江日本語クラスはただいま授業中。この選手の勢いももはやここまでかな。1、まだ大丈夫でしょう。2、そんなにすごいの。3、頼もしいわね。部長の前であの言葉はタブーだよ。1、しまった。2、ナイス。3、とんでもない。男の人と女の人が話しています。男の人は高齢社会についてどう言っていますか？とうとう65歳以上の高齢者の人口が全体の 20% を超えたらしいね。わあ、5人に1人は高齢者ということになるわよね。人生長くなってるんだよ。でもそれって働かない人が増えるってことでしょう？子供は逆に減ってるんだから。だから僕は高齢者も仕事をするべきだと思うんだよね。僕だったら定年後も続けると思うな。なんかいかにも働き蜂の日本人って感じね。せめて老後ぐらいゆっくりしたらどう？男の人は高齢社会についてどう言っていますか？1. 高齢者の人口を減らすべきだ。2. 高齢者が増えたため、子供が減っている。3. 定年退職後も仕事を続けるべきだ。
4. 高齢者は働かない方がいい。男の人と女の人が観光地の駐車場で話しています。男の人はこれからどうしますか？やっと着いたわね。お疲れ様。綺麗なところだね。長時間運転した甲斐があったよ。空気も美味しい。これから谷川に沿って散歩するんだろう？その前に腹ごしらえよ。1時間ぐらい遅れちゃったからちょうど空いてると思うわ。そういえばお腹が空いてきた。ここだとやっぱり蕎麦が有名なのかな？ええ、早く行きましょう。わかった。その前にちょっと顔洗ってさっぱりしてくるから、あそこの土産物売り場のとこで待っててよ。ええ、いいわよ。男の人はこれからどうしますか？那今天的这节课呢，我们就上到这里为止了。それでは皆さん、また会いましょう。